スローインの際に反対サイドの選手がボールを受けに来るなよ、これは。味方選手のシュートや味方選手自身に衝突するの際により適切に避けろよ、これも。はい。はい、どうも、ちょぶりです。ということで、本日はですね、またまたeFootball 2023に関する最新情報が飛び込んでまいりましたということで、解説していきたいと思います。まあ、昨日ね、このシーズンっていうところからですね、こんな感じでシーズン2のテーマとか、まあ、いろんなのが追加されますよっていうのをね、見ていったと思うんですけれども、今日はですね、そのeFootball 2022シーズン2の試合面とか、まあ、操作面とか、まあ、そういったところに関する、まあ、新たな情報の詳細が発表されましたということで、見ていきたいと思います。はい、こんな感じでね、公式ホームページに行っていただくと、このアップデートっていうところですね、アップデート配信のお知らせ、その1、その2、その3みたいな感じで、まあ、この3つが据え置き版で、この3つがアプリ版っていう感じなんですけれども、まあ、今回はね、据え置き版の方を見ていきたいと思います。まあ、アプリ版の方もね、ほぼほぼ内容は変わらなかったんで、まあ、ぜひね、見ていっていただけたらなと思います。はい、ということでね、その1から見ていきたいと思うんですけども、これその3まであってね、めちゃくちゃ長いんで、まあちょっと重要なところだけね、まあこうピックアップして見ていきたいと思います。まあ細かく全部見たいよって方はね、ぜひ公式ホームページに飛んでいただいて見ていただければなと思います。はい、まず使用機能の追加といったところですね。こちらについては、まずマッチパスを追加しましたってことで、これは昨日の動画でも話したんですけど、新要素であるね、マッチパスが追加されましたと。そしてここですね、新たな選手獲得の手段として、スタンダード選手チケットを追加しましたってことで、これは新しいですね。まあ、これまでは普通のガチャを引けるチケットとか、あとは POTW のまあ抽選契約券みたいな感じのあったんですけど、それがね、スタンダード選手チケットっていうね、新しいチケットが追加されましたってことで、まあ、これは結構注目なんじゃないかなと思います。他にもね、チャレンジイベントに対 AI 戦を追加しますとか、あとはカーソルチェンジにセミオートを追加しましたとか、オートを選択した場合、高い頻度でカーソルが自動で切り替えるように変更しましたっていう感じですね。あと個人的にかなり嬉しいのは、このスタンダード選手リストの絞り込み要素を拡張しましたってことで、これ結構個人的には嬉しいですね。まあ、どのぐらい拡張されたかっていうのは分かんないんですけど、これまでだとね、もうチームとかね、国籍からこう探さなくちゃいけなくて、プレイスタイルとか、あとは名前とかから検索ができなかったんで、すごい不便だったんですけど、まあ、それが拡張されましたってことで、これに関してはかなり嬉しい情報なのかなと思います。はい、その他にもまずデータ更新ってことで、これ新しいスタジアムが追加されましたとか、あとはね、選手のまあ写真とか、監督の写真とか、ユニフォームとかね、あとスパイクとか、まあ、いろんなところが更新されましたよっていうのが書いてある感じですね。はい、そして続いてゲームプレイに関する調整と修正ということで、これに関してはね、マジで毎回めちゃくちゃ突っ込みどころが多いんですけども、まあ、一個ずつね、重要なポイントを見ていきたいと思います。はい、まず一つ目ですね、通常のドリブルからダッシュドリブルに切り替える際のレスポンスを向上しましたってことで、まあ、これに関しては実際ドリブルの強化と言っても過言じゃないと思いますね。まあ、普通の低速ドリブルからドリブルが走るときにね、まあ、多分それはこれまでよりも速くなるっていうことだと思うので、これはね、ドリブルの使用感がこれまでよりも良くなるんじゃないかなと思います。続いてが通常のドリブルからダッシュドリブルに切り替える際に方向キーの入力により正確にタッチできるように調整しましたってことで、これに関してもかなりドリブルの強化ですよね。まあ、これまでよりドリブルが軽くなるっていう印象なのかなと思います。あとこれも結構重要ですよね。ドリブルで相手選手の脇をすり抜ける場合など、他の選手と接触した際によろけたり転倒したりする頻度が少なくなるように調整しましたってことで、なんかこれまではね、変にぶつかってなんか転んじゃったりとか、なんかそういうよろけたりとかっていうのがあったんですけど、まあ、それが少なくなったっていう感じですね。あとこれも結構重要だと思います。チョップタッチでボールを蹴り出す際にスムーズにボールをタッチできない場合がある問題を修正しましたってことで、これ普通にまずいよね。なんでこれまでこんなのがほったらかしにされてたんだって感じなんですけど、まあ、チョップタッチもね、強化されたっていう感じなのかなと思います。このチョップタッチをボールを蹴り出す際にスムーズにボールがタッチできるようになったっていう感じですね。まあ、こんな感じでドリブルについて書いてありますと。はい、続いてアップデート配信のお知らせその2ということで見ていきたいと思います。その2はこれめちゃくちゃこんな感じで長いんでね、まあ、ここもピックアップして見ていきたいと思うんですけど、まずパスっていうところですね。これに関しては、グランダーパスについて全体的にスピードを上げる調整を行いましたってことで、いや、これはね、かなり大きく変わるんじゃないかなと個人的に思ってますね。グランダーパスのスピードが変わるってことは、もう試合、ゲームスピードそのものが変わるっていうことだと思うので、ゲームの試合自体がかなり大きく変わるんじゃないかなと思います。そして、グランダーパスのターゲット選手について、より適切な選手が選択されるよう調整しましたってことで、いや、これ結構動画でも僕言ってると思うんですけど、いや、その選手にパス出してないよとかっていうのはね、結構多いんですよね。まあ、それが改善されるってことで、これに関してはかなりいいんじゃないかなと思います。あとは、スルーパスについて、味方選手が受け取りやすい位置にパスを出すように調整しましたってことで、これに関してもね、実際スルーパスの強化みたいな感じなんじゃないかなと思います。で、これもどうなのかなって思うんですけど、ルーズボールに対して相手選手とボールを競り合って追いかけてる際に、先にボールに触れる状況であるにもかかわらず、キックやパスを行うことができない場合がある問題を修正しましたってことで、いやいやこれまずすぎるだろ。普通に先にボール触れるのに、もうキックとかパスが謎にできないっていうね、まあ問題があったみたいなんですけど、まあ僕も知らない間にね、これを体感してるのかわかんないですけど、こんなのがまず修正しましたっていうか、まずこの問題が発生してる時点でどうなんだって話なんですけど、まあこんな感じで治りましたと。はい、続いてシュートですね。ここ見ていきたいと思います。ドロップシュートとライジングシュートのスキルを所持している選手が、該当するシュートを打つ場合の精度が向上するよう調整しましたってことで、これに関してはまあシュートですね。ドロップシュート、ライジングシュート、強化っていう感じなんじゃないかなと思います。そして続いて、浮き球をシュートする際に、これまでインパクトシュートでのみ、ドロップする弾道でシュートを打つことができましたが、通常のシュートでも、状況に応じて、同様の弾道でシュートを打つことができるように変更しましたってことで、これに関しては結構いいですよね。まあ、浮き球のシュートをね、普通に打つときに、インパクトシュートじゃなくてね、これまではドロップシュートができなかったんですけど、それが普通のシュートでもドロップシュートになりますよってことで、これもシュートが強化されるといった感じですね。続いて、斜め後方からグランダーパスに走り込んで、ワンタッチシュートする場面において、シュート精度が向上するよう調整しましたってことで、まあ、これはね、結構ありましたね。普通にパスに対してワンタッチシュートを打つ際に、ワンパっていうスキルを持ってないと、めちゃくちゃ外すんですよ、本当に。キーパーがいなくても外しちゃうぐらいね、精度が落ちていたんですけど、一応、斜め後方からって書いてあるんですけどね、まあ、後ろからのグランダーパスに対するワンタッチパスのシュートが強化されましたといった感じですね。あ、続いてこれ今書いてありますね。ゴールキーパーが飛び出すなどゴールが空いてる状況でシュートをした際にゴール枠内を狙いやすくなるよう調整しましたってことで、これに関してはマジで調整必要だったと思うわ。本当にキーパーいないのになんかワンタッチパスとかで外したりとかすることがかなり多かったので、まあこれに関してはね、調整して当たり前というか良かったんじゃないかなと思います。続いてディフェンスっていうところに関してなんですけれども、見ていきたいと思います。守備時のカーソルチェンジについて、状況に応じてより適切な選手が選択になるように調整しましたってことで、これもカーソルチェンジが強化されたというかね、改善されたといったことですね。そしてフライパスやクリアなど空中のボールに対して守備側のより適した選手にカーソルがつくように調整しましたってことで、これも結構あったね。フライスルーパスとか、まあ、特にボールをねこう自分陣地の裏のスペースに蹴られた時とか、なんでその選手にカーソルいっちゃうのとかって時とかあったりしたんで、まあ、これが治るっていうのはかなりありがたいと思います。そして守備時のマッチアップの際に方向キーの入力方向に移動しづらい場合がある問題を修正しましたってことで、これはなんか僕あんま分かんないですけど、まあ、マッチアップで、まあ、普通に移動しやすくなったという認識で合ってるんですかね。今でも十分強いと思うんですけど、そこもねちょっと改善されましたと。そして続いて2個、コーナーキックに関する問題なんですけど、これどっちもさやばいよね。これマークする相手がいる守備側の選手がボールに対して適切に対応できない場合がある問題を修正しましたってことで、これもやばいだろ。普通にもう直しとけよって感じなんですけどね。でキッカーがキックした時に守備側の選手が不自然にゴール前を離れてしまう場合がある問題を修正しましたってことで、どういうことなん？これ守備側の選手がもういきなりどっか行っちゃうってことでしょう。まあこういった問題が治りましたということですね。続いてゴールキーパーに関しても1個修正入っております。ペナルティキックにおいてゴールキーパーが際どいコースや高速のキックを弾いた際にゴール枠外に弾きやすくなるように調整しましたってことで、これはキーパー強化っていうことですよね。まあ PK においての話なんですけど、まあシンプルに、まあ、PK でキーパーが若干強化されたっていう感じなのかなと思います。はい、そして続いてその他っていうところを見ていきたいと思うんですけど、その他に関してもね、これ結構まずいんじゃねえかっていうかね、めちゃくちゃ突っ込みどころがあるので、まあまあ見ていこうと思います。まずワンツーパスを行った際に走り出した選手が不要な減速をしないように調整しましたってことで、まあこれまではねワンツーを入れた時に、まあ選手がゆっくり走ってしまったりとかっていう問題があったみたいですね。それは改善されましたと。続いて前方に走り出している味方選手がオフサイドラインやボールホルダーの体勢などを考慮して減速したり飛び出しをやめる判断についてより適切な判断をするように調整しましたってことで、まあこれに関してはね、まあ AI の動きが良くなったっていうことですかね。はい、続いてチームスタイルがサイドタックに設定されている際に味方選手がゴール前に上がりすぎてしまい相手のカウンター攻撃を受けやすくなる場合があったためポジショニングを調整しましたってことで、いやーこれサイドアタック勢のことは歓喜なんじゃないですかね。今まで味方選手がねゴール前にガンガン上がっていたらしいです。なんでカウンターに弱かったと思うんですけど、サイドアタックカウンターに強くなりましたということですね。はい、続いてゲームプランで中央寄りに配置されている選手は試合中にサイドにポポジションを取りにくくなるように調整しました。反対にゲームプランでサイド寄りに配置されている選手はよりサイドライン寄りにポジションを取りやすくなりますってことで、まあ、据え置き版 PSO、PS5 版とか PC 版とかね、こう細かいポジショニングができるようになったと思うんですけど、まあ、それがより細かく調整することによって選手の AI の動きが変わるといった感じですね。続いて中盤の味方の選手が空いているスペースへのポジショニングがしやすくなるよう調整しましたってことで、これは中盤の、選手の AI が有能になりましたと。続いてサイドバックの選手についてプレースタイルも考慮し、オーバーラップの頻度やボールと逆サイドにいる場合のポジショニングを調整しましたってことで、まあ、プレースタイルに応じて、まあ、選手がねこうどんどん前に上がっていったりとか、こう逆サイにいる時のポジショニングとかが改善されましたってことですね。まあ、これに関してもいい修正なんじゃないかなと思います。続いてショルダーチャージのファール判定について、斜め後方からのチャージした場合などファールになるべき場面でファールと判定されてなかった問題を修正しましたということで、いやこれやばいだろ、ファールしろって普通に、これまずいよね普通に。これまだねショルダーチャージ後ろからまあこう思いっきりタックルしてもファールになんなかったらしいんですけど、それが治りましたと。はい、続いてスローインの際に反対サイドの選手がボールを受けに来るなよ、これはなんで受けに来てんのこれ。はい、続いて味方選手のシュートや味方選手自身に衝突する際により適切に避けろよこれも。はい、続いてアップデート配信のお知らせその3ということで、このその3に関してはね、まあ、不具合の修正とかですかね、まあ、こんな感じでアプリケーションのエラーによってゲームが終了してしまうことがあるとか、まあ、コーナーキックの際に視点切り替えボタンを連続タップするとボタンが反応しなくなる場合があるとか、まあ、細かいところですね、そういったところが修正されましたということで、まあ、そこまで詳しく解説するほどのものじゃないのかなというふうに思うので、まあ、気になる方はねこのその3ってところを見ていただければなと思います。はい、ということでですね、eFootball 2023シーズン2に関するゲームプレイ面ですかね、特にそちらに対するまあ改善というか新しいアップデート内容を見ていったんですけれども、いかがだったでしょうか。まあ、全体的に改善されているところとか、まあ、特にこのドリブルとかパススピードとかですかね、そこが変わるっていうのはねかなり使用感が良くなるんじゃないかなということで、まあ、期待できるアップデートなんじゃないかなと思いますね。まあ、昨日の動画を上げた時とかにもね、この中でいろんな選手とかが追加されるのはいいけど、まあ、試合名を直してくれとかっていうねコメントも結構あったんですけど、まあ、これでよりね、まあ、ウイイレ時代みたいな感じでね改善されるといいんじゃないかなと思いますね。まあ、よりね明日のアップデートが楽しみになってきましたということで、こんな感じでeFootballの動画上げてますので、ぜひ皆さんね良ければコメント高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。